体重測ります。90.3kg。ヤクルトダイエットでも始めるか。はい、まこです。今日から3日間ヤクルト生活をやっていこうと思います。今回はですね、1日に3本3日間飲み続けたら体重はどうなるのか、体調はどうなるのかという検証をやっていこうと思います。で、何を隠そうですね、私こちらのヤクルト1000を週に7本配達していただいておりまして、10月からねヤクルトは毎日1日1本飲んでるんですね。生きて腸まで届く白田株がなんとこの 100ml の中に1000億個入っている、ヤクルト史上最高密度の乳酸菌が詰まったドリンクとなっております。さらにこちらですね、機能性表示食品となっておりまして、ストレスの緩和と睡眠の質の向上の機能があるとされておりまして、これを飲むことでね、ストレス溜まってる方は一時的にストレスが解消されたり、よく眠れて睡眠の質が向上されるらしいんですね。じゃあ早速1日目の朝ということで飲んでいきましょうか。全部開けます。あ、ちなみにこのヤクルト1000はですね、ヤクルトレディの方々お声掛けすれば直接買うこともできますし、あとは私のようにヤクルトの宅配を頼めば入手することが可能です。店頭でもヤクルト1000をコンビニだったりスーパーなどで売っているという情報をキャッチしておりますので、皆さんもゲットしてみてはいかがでしょうか。まずは1本目。普通のヤクルトと味が違うなと思っていて、こっちのヤクルト1000の方がさっぱりしているかな。私はこのヤクルト1000の味は好きです。ああ、うまいね。押す。あ、はい、1日目朝3本ヤクルト飲み終わりました。乳酸菌が1000億個、2000億個、3000億個と私の今体内に入っていたわけなので、お通じに非常に期待をしております。というわけで1日目はこんな感じで、じゃあまた明日。はい、アクション。ということで2日目の朝でございます。昨日はですね、ヤクルトを3本飲みましてから1日ですね、計4回ウンチョスの方に行かせていただきまして、今もう腸の中は空っぽの状態でございます。本日2日目もね、張り切ってヤクルトを飲んでいこうと思います。で、今日は少し趣向を変えまして、こちらのヤクルトをグラスに入れまして、ラグジュアリーな気持ちで飲んでいこうと思います。はい、おお、特製ヤクルトドリンクということでいただきます。おいし、あー、おいしいですね。私ですね、若かりし頃はヤクルトよりもコンビニなどで安く買えるピルクルを愛飲しておりまして、ピルクルだと1リットル、まあお安く買えるので、こんな感じで氷とか入れてね、グビグビ飲んでおりました。そんなルックスでございますね。うん、おいしい。個別で飲むよりは飲み応えが出るというか、なんか良いです。本日ですね、12月初旬なんですけれども、めでたくですね、私の YouTube チャンネル、まこたロググルメ日記、なんとチャンネル登録者2000人達成しました。今後ともですね、バズらずとも、コツコツとマイペースで継続していきたいと思いますので、毎回楽しみにしている方がいらっしゃったら、引き続きまこたロググルメ日記をどうかよろしくお願いします。あー、うまい。あー、2日目の朝ごはん、ごちそうさまでした。今日も一日張り切って頑張っていこうと思います。ということで、また明日。3日目、朝。昨日2日目はまあそれなりにお腹は空いていたんですが、そこまでね辛いことはなくですね、日中過ごして、ウンチョスさんの方はゼロでございました。まあおそらくですね、1日目に全て排出してしまったので、今腸の中は空っぽだということだと思われます。はい、ということで張り切って3日目、ヤクルト飲んでいこうと思います。最終日はですね、ヤクルト1000が2本で、ヤクルト1000もう1本あるかなと思ったんですが、ストックが切れてましたので、今回は普通のヤクルト2本ということで、計4本飲んでいこうと思います。で、昨日と同じようにね、グラスに。でね、このねスタイルなんですけれども、昨日飲んでみてね、普通にこのプラスチックの容器で飲むよりも、まこたログ比 4.5 倍グラスの方が美味しくなります。皆さんもお試しあれ。乾杯。いただきます。あー、
ああ私の体内にね今数千億個の白鷹部が入ったかと思うと嬉しい限りでございます。ということで今日も一日頑張って過ごして明日体重測って終了になります。というわけでまたじゃんそばい。トゥルル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 トゥ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 。はい、ということで3日間ヤクルト生活昨日終了となりまして、本日は4日目の朝となります。早速体重を測ってみましたのでご覧ください。体重測ります。 85.5。 今回体重が 90.3kg から85.5kg ということでマイナス 4.8kg 減。ダイエット成功、やりました。ということでまずはお通じの方から振り返っていこうと思うんですけれども、1日目はですね複数回にわたりお通じがございまして、ほぼ腸の中に入ってたうんちょさんたちは全て排出されたような状況になります。2日目は特にお通じがなく、3日目に少しお通じのようなものが出たかなという感じですね。この感じは3日間ヨーグルト生活をやった時にも似たような、確かあの時はもっとバーバーとね排出されてたんですが、今回は程よく1日目にこうドカンと排出がなされたという感じでございました。ヤクルト1000の効能としてストレスの緩和であったり睡眠の質の向上というものが謳われてるんですけれども、私これ10月ぐらいから毎日1本は飲んでいたので、振り返ってみるとストレスフルになってイライラしたりということはあまりなかったし、睡眠に関してもね12時ぐらいにはスッと寝れて7時前ぐらいにはファッと起きる形で睡眠の質も安定してたのかなと思います。そういった機能を表示している商品になりますので、悩まれてる方いたらヤクルト1000はおすすめになりますので試してみてはいかがでしょうか。こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。通常は B 級グルメのご案内をしているんですが、体重が増えすぎてしまいましたらこのように3日間縛り生活でプチダイエット、プチ断食、デトックスをしております。もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。今回もお疲れ様でした。またじゃんそばい。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画からサムネイルのデザインを新規一点新しくしてみたんですがいかがでしょうか。